始まったな。始まりましたね。今回はスーパーファミコンで発売された、スーパーマリオコレクションに収録されている、スーパーマリオブラザーズ2のクッパ城、全8ステージと、隠しワールドの9と、A から D までの5ステージの、合計13のステージのクッパ城攻略と、クッパに化けた偽クッパの正体を暴くんだぜ。マリコレ版はファミコンディスクシステム版と、偽クッパの正体が違うステージがあるんだよね。そうだぜ。偽クッパはファイアボールで倒すと正体を表すから、見ていてくれだぜ。早速クッパとの対決ね。正体は誰かな？正体はクリボー、クリボーだったわ。キノピオを助けた時の寸劇も面白いから収録しておくぜ。これもファミコンディスクシステム版にはなかった演出よね。ファミコンディスクシステム版の攻略動画の URL を概要欄に貼っておくから、比べてみてくれだぜ。2-4 のクッパ城だぜ。2-4 の前半は細い通路に配置された敵キャラがトラップのメインね。急がず慎重に進んでいけば攻略難度は高くないぜ。後半は細い通路に配置されたファイアバーと落とし穴やバブルの複合トラップだぜ。バブルの配置が地味にいやらしいわね。タイミングよくダッシュですり抜けていこうぜ。ダメだと思ったら止まるという緩急も大事だぜ。ここも急ぎすぎるとミスしてしまうから、タイミングを見計らいながら進むのが大切ね。さあ、いよいよクッパの松吊り橋まで来たぜ。2-4のクッパの正体は誰かな？ノコノコ。2-4のクッパの正体は緑のノコノコだったわ。3-4は迷路ステージになっているぜ。マリオが正解ルートを通らないとループになるのよね。正解ルートはスタートからしばらく通路の下側を進んでいくんだぜ。さあ、ここは大きいマリオだと難関ポイント。一番下のルートが正解だから、超絶テクニックを使うぜ。すごい、しゃがみダッシュ抜けのテクニックを駆使すれば通れるのね。ここからは上が正解ルートだぜ。ところで、さっきから時々チャイムの音が聞こえているのがわかるかな？ピコーンって音が鳴っているわね。あのチャイム音は正解ルートを通った時になるんだぜ。チャイムで正解を教えてくれるのね。親切ね。また鳴った。マリオが正解ルートを通っているのね。ちなみに間違いルートだと、ブブーっとブザー音が鳴るぜ。って話しているうちにクッパを倒してしまったぜ。3-4のクッパの正体はまさかのメットだったわ。偽クッパとはいえ、まさかメットがファイアボールで倒せるとは驚きだったな。4-4の攻略。まずはいきなりロングファイアバーの洗礼だぜ。続いて狭い通路にファイアバーと敵キャラの複合トラップ。ロングファイアバーの下のファイアバーにも気をつけて。ここはそのまま止まらずダッシュでファイアバーの軸の足場にも乗れるけど、慣れないうちはノコノコが降りてくるのを待ってから進むのが無難ね。この先にハンマーブロスがいるから気をつけてね。この先は大きいマリオなら比較的下のルートが難易度が低いぜ。ここで下ルートを通ると出口の天井に頭をぶつけて溶岩池に落ちる罠があるから、踏切位置を慎重に進んでね。ここからはクッパの吐く炎の攻撃が激しいぞ。ジャンプのタイミングを慎重に測って進むんだぜ。ようやくクッパとの対決だな。4-4の偽クッパの正体はトゲゾウだったわね。5-4は大きいマリオだと天井が最大のトラップ。ここはジャンプせず B ダッシュで抜けられる。天井に設置されたファイアバーはしゃがみでぶつからないものも多いから、しゃがみを活用していこうぜ。ここもミスになりやすいポイントね。高さを調節したジャンプのテクニックが要求されるぜ。
この先の上の足場が大きいマリオだとステージ最難関かもしれないわよね。ロングファイアバーの次の足場も同じくよ。正確に踏み切らないと天井に頭をぶつけて溶岩池に落ちてジエンドだぜ。この先はクッパの吐く炎が襲ってくるから踏み切りに注意だぜ。このファイアバーたちも危険だけど、ここまで来られる腕があれば慎重に進めば大丈夫よね。いやいや、結構厄介だぜ。さあ、いよいよクッパとの対決ね。そろそろ本物が出てくるのかしら？ジュゲム、正体はジュゲムだったわ。ジュゲムだったな。6の4は迷路ステージ。正しいルートを通らないと先へ進めません。このロングファイアバーのある分岐は下のルートが正解よ。ハンマーブロスの先の分岐は一番上が正解ルートだな。道中はファイアバーがあるから気をつけてね。この土管の先は下のルートが正解だぜ。次はこの先のファイアバーのある足場に乗った後に、溶岩池に浮かぶリフトに降りるのよ。そしてファイアバーの軸の足場に乗った後に、その先の下降リフトへ飛び移るの。ここは一番下のルートを通りましょう。バブルの先にはロングファイアバーがあるから気をつけるんだぜ。この先はクッパの吐く炎に気をつけながら道なりに進んでいきましょう。ここは炎を避ける隙間がないから通過するのは慎重にな。さあ、いよいよクッパとの対決ね。ハンマーを投げてくるわね。正体は誰かな？正体は月相。月相だったわ。なぜ月相がハンマーを投げられるのか、それは謎よね。7の4の前半はとにかく通路が狭いぜ。狭いけど意地悪なトラップはないわね。慎重に進もう。この先は連続下降リフトだ。リズミカルにジャンプして進んでいきましょう。出口の入り口が狭いから侵入に気をつけて。ここはしゃがんでいるとファイアバーに当たらない安全地帯よ。ここはファイアマリオならファイアボールで蹴散らせばいいけど、そうじゃない時は慎重に進むのがいいかもだな。さあ、ここからが7の4最大の難関地点ね。一見隙間がないように見えるこのファイアバーのある通路だが、くぼみの左右がしゃがめば安全地帯になっているぜ。しゃがんでファイアバーが通り過ぎた後に進めばいいのね。そうだぜ。ちなみに小さいマリオならしゃがまなくても安全地帯になるぜ。ここから先は足場とクッパの吐く炎に気をつけて進んでね。さあ、いよいよクッパとの対決だぜ。ハンマーの攻撃が激しいわ。このクッパは強いわね。この偽クッパの正体はハンマーブロスだったな。ハンマーブロス、納得の強さだったわね。さあ、いよいよ8の4だぜ。通常ステージ最終面だけあって、高度なテクニックを要求される高難度ステージになっているわね。ここは一旦下に降りてから大ジャンプで右に進んでいくんだぜ。ここは溶岩池前の突起ブロックを足場にしてその先へジャンプするのよ。ここはパタパタを足場にしてその先の足場へ乗り移ろう。足場下左の土管に入るのが正解ルート。一旦右の土管に降りて左に移りましょう。水中面は一本道。敵キャラとトラップに注意しながら進むぜ。ここは右の土管に入るのが正解ルートなのよね。
土管の赤パックンフラワーをおびき出して、出てきたところを見計らって下に降りればパックンフラワーに捕まらないぜ。この先も迷路になっているところがあるから解説するぜ。溶岩池まで進んだら、溶岩池に浮かぶリフトに乗りましょう。リフトの先は下の足場から直接ロングファイアバーの先へジャンプで乗り移るんだぜ。ファイアバーに足元をすくわれないようにタイミングに注意してね。この先しばらくは何もないから B ダッシュで急ぎましょう。ここはかなりの難関ポイント。ノコノコをうまく踏んでホップしよう。この先は一本道だ。クッパを目指そう。え？道中にクッパがいるわ。ファイアボールで倒してみよう。偽物じゃないみたい。噂ではクッパの弟らしいぜ。ただ、弟説も任天堂公式発表とも言えないから諸説あるのよね。さあ、いよいよクッパとの対決ね。8の4のクッパは本物かな？偽物かな？どっちかな？8の4のクッパは本物でした。表面はここが最終面だけど、マリオ2には裏面アナザーワールドがあるからさらに紹介していくぜ。アナザーワールド、9の3だぜ。しばらくは9の3の不思議な世界をお楽しみくださいね。さすが異世界アナザーワールド。不思議なステージよね。いよいよこの先にクッパがいるんだぜ。いたわ、クッパ。ファイアボールで正体を暴きましょう。本物、偽物じゃなかったわ、驚き。このステージはお城ステージなのにゴールボールがあるのよね。さすが異世界アナザーワールド。不思議なステージだったな。アナザーワールド、A の4の攻略だぜ。A の4の前半はファイアバートラップが中心のコースになっているわ。飛び移る場所やタイミングを測りながら進んでいこう。後半は狭い通路や悪い足場のトラップが中心の構成になっているぜ。特に狭い通路に配置されたキラー砲台とそこから放たれるキラーのゾーンが一番難しいポイントになっているのよね。そしてクッパまで来たわ。さあ正体を暴きましょう。正体は赤のこの子、赤のこの子だったわ。しかもひっくり返っていない赤のこの子だったな。ファミコン版と違う正体だったわね。裏面アナザーワールドはファミコン版と違う正体が多いから、必見だよな。アナザーワールド、B の4の攻略だぜ。序盤は悪い足場がトラップになっているのよね。気をつけて進みましょう。ここは溶岩池を越えた先にもファイアバーのトラップが配置されているから気をつけてね。ここは右下がしゃがみで安全地帯になっているわ。大きいマリオならここはリフトに乗ったらしゃがんでから立ち上がって壁抜けのテクニックをうまく使って抜けるのよ。狭い通路を抜けた先はしばらく同じ構成のマップが続くぜ。同じ構成のコースが続くからループしているような感覚に陥るわね。実はそれがトラップになっていて、迷路によるループだと思って迷路を抜けようと途中の土管に入ると、前に戻されてしまうんだぜ。すごい、迷路と勘違いさせる心理的トラップなのね。土管に入らずそのまま先に進むのが正解ルートね。さあ、B の4のクッパの正体が気になるわね。ファイアボールで正体を暴きましょう。プクプク、緑のプクプク、水中生物、びっくりするよな。
大きいマリオだとマリオ2最難関、Cの4の攻略だぜ。ファイアバー区間はタイミングを測って通過しましょう。リフトに乗れるタイミングで落下。リフト分はタイミングよく連続ジャンプで渡り歩きましょう。入り口が狭いからジャンプの高さに気をつけろ。このファイアバー通過は左下にしゃがみで安全地帯があるから活用しよう。ここはファイアマリオならファイアボールでノコノコを蹴散らしながら進めるわね。そしてこの先がマリオ2でも最高難度の難関、ファイアバーが強小箇所に設置された箇所の2連続抜けだぜ。まずは1箇所目、ここは右下にしゃがみで安全地帯があるから素早く右下に移動してしゃがむのよ。ここは攻略法がわかっていればなんとか抜けられるな。さあ、次が最難関ポイントね。一旦ここで体勢を整えよう。ファイアバーがマリオの上に行った瞬間に隙間を駆け抜けて上ジャンプで抜けます。決まりました。さっきのポイントはノーダメージで抜けられるのは相当の腕がないと難しいからダメージ覚悟で進むのがいいぜ。あとは大魔王クッパの待つ吊り橋まで慎重に進もう。次の足場のファイアバーに気をつけてね。さあ、いよいよクッパとの対決だな。これだけ難しい面のクッパの正体は誰なのかな。期待しちゃうわ。キラー、正体はキラーだったわ。さあ、いよいよマリオ2本当の最終ステージ、Dの4の攻略だぜ。Dの4は迷路じゃないからどんどん先に進んでいけばいいわよ。ただ、難度がかなり高いんだけどな。動画では簡単そうに見えるけど、どこもすごいギリギリのタイミングで避けて進んでいるわね。ここは土管に入るのね。このハンマーブロスはかなり厄介だ。ごめん。ファイアボール使っちゃったぜ。ここからは風の中しばらく一本道を進んでいくぜ。ここの先の土管には赤パックンフラワーがいるから、画面を右に寄せて土管を視認できるようにしてタイミングを測ろう。ここは一本道。突き当たりにある土管に入ろう。道中にクッパ、もしかして弟クッパかな？本物、偽物じゃなかったわ。もしかして、このクッパも弟なのかもしれないな。キャー、溶岩池に落ちた。ここはリフトに乗っていれば大丈夫。ミスにならないぜ。さあ、いよいよこのゲーム最後のクッパね。本物かな？偽物かな？どっちかな？やっぱり最後は本物。何かほっとしたわ。ファミコンディスクシステム版は偽物だったからな。マリコレ版は本物でよかったな。ハッピーエンドでよかったわ。では今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。